ー、今日は皆さん素晴らしいコンディションで驚いてます。この間の時はですね、あの大寒波の時にやってきたんですけど、なんか砂場で遊んでるような感じで、もう凹凸がひどくてですね、相方が疲れてしまってね、たった1時間でスキーをね、断念せざるを得ない状態でした。いや今日はね、もうこれ涙が出そうなぐらい、皆さん素晴らしい状況で、なかなかですね、前日に雪が、新雪が降って、そしてこういう樹氷ですね、美しい樹氷を見ながら、その快晴でスキーができるなんてね、運のいいことはね、まあシーズンの中でもね、まあそうですね、おそらく瑞穂アイランドの中でもワンシーズンで、まあ、3回か4回そんなもんじゃないでしょうかね。だから雪がしばらく降らずに、雪がしばらく降らずにですね、まあその樹氷が見れて滑れるというパターンはよくあるんですけど、前日にですね、新雪が積もって、しかも今日が今のところですね、雪がほとんどありませんので、いやーね、メンテナンスもねちゃんとやってくださってありがとうございます。ご苦労様です。いやーこれね、瑞穂のね、スノーフリークの皆さんに見ていただける、非常に YouTuber としてですね、これは本当にあの嬉しい、はい、私もね、もう瑞穂ハイランドはね、21の頃から来てますから、もう30年以上ね瑞穂に通ってます。まあでもこれだけね、本当にね、これ今日ね、なんかあの蔵王にスキーに来たような感じなんですよ。もうその木についた雪がですね、本当にあのスノーモンスターというか、多分ね、木はね相当ね重たがってると思います。すごいですよこの木、皆さん見てください。うわーすごいな。こんな景色をね、皆さんにねこうやって撮影してね見ていただけると思うと、もうねクリエイターとしてはね、もう本当に感無量です。ますのでね、撮影してみようと思います。それでは皆さん、瑞穂ハイランドへぜひお越しください。 YouTuber ゆうさんでした。高評価、チャンネル登録励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではこれからビーチコースを滑りますので、ビーチコース編でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。